はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、あきです。今日もね、答えの気になるシリーズやっていきたいと思います。第何段か、4段はい、4段です、はい、4段ですね。今回挑戦するのはこちらでございます。じゃじゃーん。ダイソーに売ってるね、ジグゾーパズル、これを今からあきさん何分でできるのかっていうのをやっていきたいんですけども、ただ何分か当ててもらうのはね、ちょっとあれなんで、対象年齢もね、3歳やからね、3歳以上なんでね、こんなもう朝飯前のね、昼あの夕飯後みたいな感じなんですよね。で、これどうやって開けるのかな。開け方としてあれは横に開けられそうやけどね。前なんか似てることもなかったっけ。そしてワンちゃんと豚さんと鳥さんね。でこれキリンさんとライオンさんとゾウさんね。でこのままやるとね、もう簡単すぎるんで、これが何ピースだったっけ。ワンピースじゃなくて10ピース、16ピース、20ピースってなってます。で、このままやるとあれなんでね、これをねもうみんなこう混ぜちゃいます。こんな感じでね、ぐちゃぐちゃに混ぜちゃいます。この状態で、アキさんが何分でできるかっていうのをやっていきたいんですけども、ヒントはスタートしてからカップラーメンを作ります。そして出来上がったカップラーメンを食べるところで皆さん答えてみてください。何分かなったらですね。では、やっていきますけれども、まだお湯が沸きませんので、お湯が沸くまでちょっとお待ちください。はい、では、お湯が沸きましたので、お湯を入れてからのスタートとなります。これ熱いんだよな。熱いやろな。熱いんだよね。お湯には、熱湯には勝てない。油には勝てるのに。指じゃなくてエビを揚げてるから。じゃあ逆や、エビじゃなくて指を揚げてる。はい、今お湯を入れました。ということで今から開始です。用意スタート。はい、じゃあ鳥やっぱね、こういうのは簡単なのからやっていきますね。端っこからというか、でかいやつから先にやっていくのかな。これ意外と早いかもしれない。マジで、うん、これね、出来上がった時に食べるからね。おう、出来上がってすぐに食べてください。うん、ということはさ、あれ、うん、これ違うな。でかいやつからやな。そうやな。お、これ意外と懐かしいな、こういうパズルってね。昔はね、あの一番なんか世界で一番難しいパズルってのがあってね。ほう、何やったかな。真っ白いやつ。紫、紫紫って言って紫一色やねんね、これついてる。ふん、真面目やなさって話してる。ほう、1分経ちました。言うな。あれ、まだ1分、動いてたの。猿は足落ちましたけど。3秒ルールで。まずは10ピース、それが完成です。はい、です。なので、
み休みに何だっけ、休み休みや、休み休みは、そうだ、まずは基本は四隅や。スターの目の前に置いてある、これは箸や、チョップスティック、チョップスティックエスが、2つだから、複数だから、メガネのグラッシュせやの、そこそこね、知識を入れていくから、あ、チョップスティックはそのままでよかったんですか、どっちや。歌ね、うん、私の携帯の OK Google が発動してしまいました。なんで？だってちょっとカメラ映しますよ、うん、おいしいよって出てるんですけど。さっき歌ってたよね、あきさんね。すごいね、OK Google、 いや反応したって。思います。皆さんね、あの何分でできたかっていうね、分かんなかったでしょ。じゃじゃーん、カップラーメンこんな感じです。こんな感じになってます。で、アキさんは肉が嫌いなので、まず肉を取りますと。では、これを今から食べていきたいと思います。です、いいね、なかなか。俺ね、やわめって言ったかな。ということで、正解はこのぐらいのカップラーメンができた時間です。おいしい。ななみひとくん、はい、汁全然入ってへん、うそん。これは分かるかな、汁が入ってないって時点で、まあどちょっと、まあちょこっと予想つくかもしれないけどね、うん、まあこれがヒントということにしとこうか。はい、うまい。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。